Ladies and gentlemen, get on your feet, get out of your seat. This man is about to bring you some heat. Put your hands together, make some noise for Scorpio. 武道館の外はソメイヨシノに続き八重桜も散り始めています。東京の桜はもう来年の春大輪の花を咲かすべく力を蓄えています。第4試合は再起を図り王座を目指そうという田上そして佐野が登場します。その対戦相手スコーピオのテーマに乗りましてまず現れたエディ・エドワーズ、そしてその後ろ腰に白いベルトが見えましたスコーピオです。まずリングの中にロープを持ったジャンプインエディ・エド城に登場。エディ・エドワーズ青コーナーに駆け上がりました。そしてこの武道館花道を進むスコーピオ、腰に光るハードコアのベルト、このシリーズ 4.10 神戸大会でマルビンの挑戦を退け2度目の防衛に成功しました。観客にその防衛を報告するかのようにゆっくりと誇らしげにそのベルトを手にいたしました。さあロープのトップ越えましてジャンプインハードコア王者スコーピオです。今コールを受けていますスコーピオ、第4代のグローバルハードコアクラウン無差別級の王者です。武道館第4試合が始まろうとしています。30分の一本勝負のタッグマッチです。 4.23 日本武道館からお伝えしています。まず青コーナースコーピオ、そしてエディ・エドワーズがそのコーナーに立ちました。変わって照明が真っ赤に染まっています。田植えのテーマが流れる第4試合の日本武道館大会、さあ再起を図る2人田植え明そして佐野拓磨の入場です。スモークがたかれました。そのスモークを切って青のショートタイツ佐野拓磨、そしてその後ろ赤のタイツ田植え明です。再起を図る佐野拓磨、そして再びマグマを溜めてます田植え明。田植え赤コーナー田植え佐野組、そして青コーナースコーピオエドワーズ組、30分の一本勝負タッグマッチです。佐野はこのシリーズ行われたトーナメント準決勝で敗れました。田植えは先の武道館で丸藤とのシングル敗れました。再び頂上を目指すためには田植えも佐野仕掛けました。青コーナーサイドが仕掛けました。今ゴンが要請、第4試合が始まっています。ご覧の状況で試合が始まりました。青コーナーのスコーピオそしてエドワーズが仕掛けています。スコーピオもコーナーのトップに登っている。そこから行った田植えと佐野、そしてエドワーズも上がっている。かく乱している佐野が振り向いたところ、高さのあるミサイルキックが放っていきました。田植えをリングの下奇襲をかけました。なんとか体勢を立て直そうという田植え佐野につけ入る隙を与えません。一人で飛び上がってダブルでホイップしていく、いい連携が見られます。そしてハードコアの王者であるスコーピオ、そしてセカンドロープからも行きました。十分に高さがある田植えを牽制、いい流れです。第4試合どよめきが起こりました日本武道館。まだ状況がつかめていない田植えが先ほど映りました。さあリングの中は佐野拓磨です。このシリーズ行われました秋山への挑戦権を争った GSC の挑戦者決定トーナメント準決勝で井上雅夫の丸め込みでまさかの敗退を喫しました。再びベルト戦線に切り込んでいくためにもこの日本武道館で大いなるアピールをしなければなりません。佐野がスコーピオを切ってトラースキック顔面、そして飛び込んできてあっと踏み台にしました。ザギリ命中、いい動きが見られます。エドワーズツーカウント、スコーピオとエドワーズが起こします。田植えはどこにいるでしょうか。あ、今エプロンサイドダブルで上げて岩石落とし、なおもスコーピオが巧みに連携を指示しています。バックドロップ式でボディースラム、そしてギロチン、
防災一方の佐野拓磨、ムーンサルト、高さがあった、十分高さがあった。あそこでようやく戻ってきた田上明です。ゴング前から奇襲を受けて今ようやく自分の意識の中でリングに立ちました。ダブルのクローズライン、サバットスピンキック飛ばしてローリングサバットの3連発、4連発。さあ田上がどちらに行こうかと、スコーピオか。あ、佐野が立てない状況で、あ、ダブルのチャップを放っていく、ノードを使う、そこから行くか、トラースキック、そしてあ、ラリアット、両手でのダブルのラリアット。田上強い、ノードを掴んだ、ノード落としだ。高さがありました。ようやくここで日本勢息を吹き返しました。逆エルボーから喉を掴んで、喉は落とし、喉は落としで、そして田植えも行くぞ、田植えも行くぞ、いいもの見られるぞ。まず佐野が、佐野が行った、あーっと夢の共演、両者悶絶。佐野に続いて田植えもダビングフットスタンプ。エドワーズ大丈夫でしょうか、そしてスコーピオ大丈夫でしょうか。高さがあるバックフリカの状況、切り返して丸めていった、エドワーズ抑えている、ツーカウントです。ローリングサバットズバッと決まった、ジャーマン、そしてスコーピオをタウエが抑えている、十分だ十分だ。肩が上がりました。ここに来て形勢逆転です。ローザンライトボム、ノドワー勝った、勝ちました、強い、圧勝、切り返した、見事な連携、佐野に外貨が上がった、田植え佐野組勝利。波状攻撃をよくしのぎました。田植えと佐野が赤鬼青鬼に見えます、強い。これで再起を図る2人、この武道館でいい試合を見せました。早くも花道を下がる田植、そして佐野拓磨の目には近い将来必ず訪れるであろう GHC の頂点を巡るそのチャンス、それが目に見えています。わずか3分59秒で肩をつけました。田植佐野組がスコーピオエドワーズ組を沈めています。それにしても終盤放っていったダブルのフットスタンプ、一気に流れが変わりました。ゴング前から仕掛けていったスコーピオとエドワーズですが、波状攻撃を切り返され、残念ながら敗れるという展開になりました。しかし随所でいい連携、そして空中技連携も見られました。武道館大きな拍手です、大きな拍手が沸き起こっています。敗れたスコーピオエドワーズ組にも温かい拍手が送られました。わずか3分59秒の中に様々な魅力が詰まった日本武道館の第4試合でした。